流山温泉駅は、北海道亀田郡の内町阿ざ東大沼にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は N70。電報略号はなお、流山温泉の最寄り駅で、誕生と同時に開業した。道央温泉は、JR 北海道が開発した施設であり、この温泉のために開業した駅である。少し離れたところに、 東オールバの集落があるが、流山温泉の営業時間外は、列車が通過するため、通学や通勤には不便である。東駅付近の温泉施設より、同温泉は火山である駒ヶ岳のふもとにあり、温泉名は火山によってもたらされた流山地形に由来している。短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の南側に存在する。点鉄器を持たない。 防線駅となっている。大沼駅管理の無人駅となっている。ホームのみの駅で駅舎及び、待合所は存在しない。ホームは東側に階段、その先に誘導ブロック付きのスロープを有志駅、施設外に連絡している。駅開業前の2001年11月15日から、ホームに沿う形で、東北、上越新幹線で使われていた200系電車が、生体保存。 展示されていた。これらは2001年9月に廃車となった F37 編成の一部で、先頭車2両に、クリーン車を挟んだ3両編成となっていた。当初の流山温泉の運営会社、北海道企画開発に、東日本旅客鉄道も出資していたことから、実現したもので、新幹線の北海道への延長を願って、設置されたという。 基本的に車内へ立ち入ることはできないが、鉄道の日などのイベントに合わせて開放される場合があった。その後、北海道新幹線の札幌延伸が決定し、役目を終えたことや、老朽化が著しいことなどを理由に2013年6月までに全車両が解体、撤去された。現在は同形式の連結機カバーと動力車の車輪付きの車軸が一つ残っているのみである。 ありがとうございます。